続得点で4対0と千葉レイクスターズがリードを放っています。今度はカミングス、昨日の得点を28点を叩き出しました、はい、カミングスご覧いただいています。序盤は、ね、カミングスの左サイドのシュート、これは外れてリバウンドをまた取った、これが強い、取りかわしてアリのシュート決めました。すごい、ちょっと6秒になった、カリの佐藤拓磨のツーポイントのショット決まりました。素晴らしい。トラスリーにはヘンリー・ウォーカーがついている。時間がないですね。カミングス、はい、残りショット4秒になりました。さあ遠目からのスリーポイントシュート決めました。ロングスリーが決まっています。カミングス北海道ですが、逆に滋賀がリードを広げていきたいところ。ジェフエアーズ粘ってバスケットカウントです。はい、あの前半ハイピックをやっても、はい、あのレバノン北海道のディフェンスがダブルチップに、さあここはダブルガードということで松島、田島が起用されていますが、今度は斉藤拓海、はい、あのピックスクリーンで、はい、今言ってますよね。レバノン北海道ですが、今度はもう一度スリーポイント、さあいいタッチだったんですが、ボールを回収したのが前田レオです。さあ今度は前田よ、はい、決めました。走ってきた、さあ最後のオフェンスになるか、橋本、橋本かわしていった、素晴らしい、ジャンプショット決めた、落ち着いてる、ブザーディーターになりました。選手は先ほど決めてるので、はい、ディフェンスが来てるの分かって引きつけてパスしてますよね、はい。さあ今度はカミングス、今度はスリーポイントでのお返し、あ、素晴らしい、あ、バスケットカウント、バスケットカウント、足元入ってたということですね。高橋光陽のファウルです。2つ目になります、高橋光陽。しかし斉藤拓が持ち込んでいく、ジェフエアーズ、ーこちらまたバスケットカウント、そこからボールを回していきます。そうですね、カミングス、うわ強い、ここは粘っていきました、いや素晴らしいですね、はい、リポーター、さあ今度はジェフエアーズにボールが入りました。エアーズ粘ってバスケットカウント、スルスルっとこのまで行きますよね。わなかなか止めることができませんでした。桜井も懸命に、いや狩野選手コーナーで待ってますよ、打ち抜いている、狩野の左サイドで待ってる、しかしここは斉藤拓海のスリーポイント、いや素晴らしい、決めました、ワイドオープン絶対決めますね。いやそうですね、対戦とそれから渋谷との戦いで92得点を挙げたという状況になりますけれども、その92得点を上回っています。さあこれで99点目、もう時間を使う、さあ試合終了、99対83、滋賀レイクスターズ3シーズンぶりの5連勝達成ということになりました。